はい、どうも、旅人 IT ライター、サトルです。本日はですね、横浜ベイブルーイング戸塚工場というビール工場の方に来ております。こちらの方でですね、室賀版のビールを、出しているという情報を使いましたので、やってまいりました。地元戸塚のね、ビール工場なので、ちょっと楽しみです。と思ったけど、室賀版はもう終わっちゃったかな？はい、いただきました。ジャーマンピルスの方です。室賀の方が残念ながらもう、販売終了となってしまっているので、こちらいただきます。これは美味しい、やっぱり。工場を絞り立てっていうのは、室賀ではないにしても美味しいわ、ビール。お客さんも集まっていて、これは原稿書いてて遅くなっちゃったんですけど、やっぱ早く来ないとダメですね。と、開口ラガーをパイントでもらいます。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、と、こちらは開口ラガーになります。先ほどよりも濃いめの色ですね、ラガーだけど。これもうまい。いいね。うまいぞ、このビール。ちょっと、定期的に行きたいね。はい、竜田揚げもらえますか？はい。ペペで。500円。はい。竜田揚げも買ってまいりました。美味しそうだ。からしをつけて、うん、うまっ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 、はい、ありがとうございます。はい、3杯目開口ペールエールをチョイスいたしました。いや、うまくてどんどん飲んじゃうよ、これ。あー、これもすっきりしておいしいな、これ。今年はドイツに行けなくてビール残念かなと思ったけど、これ地元で十分じゃん。あー、うめー。かなり気に入ってお土産のボトルも購入してしまいました。いや、地元にこういうビール工場があるっていうのはやっぱいいですね。もうちょっと前から知っていたんですけれども、初めて来てみたんですが、これはかなりいいわ。はい、というわけで、ちょっと真っ暗なところなんですが、本当にね、地元といってもね、歩いて30分ぐらいかかるんですけれどもね、ちょっと離れたところにあるんですが、横浜ベイブルーイングという、ビール工場、ビール会社の工場に、お伺いして、工場直送のビールをいただくという動画をお届けいたしました。いやー、めちゃめちゃ美味しかった。これはなかなかです。ちょっと通っちゃいそうな感じですね。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。またねー。いや、酔った。